7番でも8番、あそこ、お前8番で、8番で、はい、あそこバンカーあと見えてるから、はい、バンカーの上にあのピンがあるじゃん、左にバンカーの、はいはいはい、あそこ一発勝負してる。え、あれ、あの薄い方ですよね。そう、薄い方、あ、赤い、濃い赤いのの奥。もうこれヤード何もなしでってこと？170ぐらい、うん、まあまあ頑張らなかった、ね、まあまあ頑張らなかった。170、うん、届かんで、多分。いや、届かなきゃ届かんでいいや。あ、刺したからもうどういった？ないわ、OK。 前ほら、行かないっす、でもそれ。ああ、そういうこと。お前はもう手前だね、今ね。手前のグリーンだね。170。今お前若い男はまあ8番で170なんか楽勝いくぞ。いこん。ここで、178とか普通で打つんすか？うん、滑ったらこれ今日は風で上げるかもしれないか。これでもちょっと左から上げやすい。これ捕まえてもいいかも。バンカー手前。バンカー手前ですよ。え、それ 7? 8です。じゃあちょっと右からドローでいこう。飛距離稼ぎます。いかんよな。これとかめっちゃ飛んでるはずよ。飛んでるってな。ピンの左からフックしていって。僕ドロー打てないです。僕ドロー打てない。ドローはピンの右から出ていくのはドローなの。もうジャムさん、多分これ女の子だと泣いてますよ。絶対泣いてますよ。どうしてだよ。何すか、どうしてだよ。でも本当のこと言って、本当のこと、うちはだってやらない。今当たり前だよ。ここで厨房のガス止めといて、今出していくから。刺してるで、刺してるで。うわ、行ってない。バンカー行ってんです。バンカー行ってんです。よし、右からドロー。右からドロー。ほら来た。これ行ってる。ほら来た。行ってない。これ行ってない。行ってないです。うまい。ほら。すごいな、あれ。すい。ドローで行かなかったら行かないっす。元気がない。まあ、多分もうボールに現れてるもん、俺の心が。うわ、ひどい。首かしげそうでかしげないのやめてください、宮下さん。
来た来た、うちのヘッドコーチ。あいつ野球もゴルフもできるから。これはこれ以上ないです。飛ばないです。始まる。全然来ないです。ああ、だからゴルフはもうどんな形でも やっときゃそれなりにことできるんだよ。ああ、打っときゃね、球が、うん。さっきアマチュアのおっさんの話してやったんですよ。ああ。だからが、どんな運動能力のない人間でも、自分で好きなり続けていけば、それなりに球を打てるようになる。だからできる。何も若い時にスポーツしたことない人間でもできる、うん、なんかスポーツしてなかったの藤井、はい、してないスポーツをできる方やと思います。いやいや、運動力学を理解してないから、それはできる方じゃない。運動力学を利用したらもっとお前ちゃんとできるはずね。まあ龍太がお前らのスイングでどういうか、それで決まる。ガンって言われてどうしようか。お疲れ様です。ロフショットの確かに。ロブショットって言われたら、もう一発行きましょう。すいません、失礼します。これがだから10年前はそこそこ良かった。あいつはもったいねえよな。お前はもったいねえ。だからゴルフの場合はね、こいつたちもさっき言ったけどね、どんな形でもね、やっちゃいけないっていうのはない。いけないっていうのはない。ない、うん、何でもありな、うん、
なんでもあり、これもあり、大使みたいに、ウィークね、リンタルみたいにこれもあり、うん、ね、これもあり、うん、これもあり、うん、やっちゃいけないってことないんだ。ただ玉を、お大様を続けるためには苦しいっていうだけの話。うん、それはやっちゃいけないことないって言ったって、揃える力がない限りはプロじゃ無理だよな。ちょっと走ってくださいって誰か僕味方作ろうと思って、誰もまだ一人もなってくれてないよね。ただこの形でだったら10年近くやってきてんだ、うん、だからね、治らない、性格直せる難しい。いや生かさるが目的じゃないんだよ。ですよね、うん、生かさないからもう振り切るで、うん、いや振り切るで、あ、だからあそこに打ってみろって言っただけ。そうですよ、ベース面やって開きすぎない、要は青いよ、もうちょい。
はい。変わって今ちょっと特殊がちょっと変わったからちょっとお前が見てやってくれ。それ。局長お願いします。画面じゃなくてもっとこっちからやってるよ。いや多分は大体分かった。できてない。うん、全世界の最初の回路中。ちょっと指導が変わったぐらい。メガネしてもらっていいですか。まだ変わってるはずっす。はいはいはい、ここまでしか変わってねえよ。いやでも そこ変わってたよ。変わってたじゃなくてもっと変えてんの。いやトップまで変えてんだよ。こうです。あそこまで行ったらすごいね。指導ぐらい当たった。いや指導は変わった。うどん作ってます。いけると思います。ただしだけじゃ。ちょっと変わります。うん、雰囲気。うん、ここまで、ここからここまで。先遠いな。ここまで行くのに。いやここまで違う。50センチもこれ。50センチぐらい OK だ。ローダー、ローダーワイドやね、スタンスワイドね。スタンスはワイド。そんなワイドじゃねえよ。ワイド。OK! ワイドのホイールでロード。はい。ロダンさせて。どうだ、インパクトの感触は。なってます。何だ、何がちょっとこう南乗ってるらしい。あー、もうちょい。そう、体の体重かけ方がちょっと分かったな。それは左下がりからフックするタイプだと。左下がりって普通スライスするんじゃない。俺のフックするんじゃない。今全然多分重心が低くなってきてるよ。そうそう、アイランドローズ。
手伸びとけるよな。この子には買い物絶対勝てなくなるな。分からないな。妹右方だ。これは右手なんですか左手なんですか。両方だよ。両方両方だから見てもね、次このここのこのかかるダウキのこのここに入ってくるこの角度と小指の締まり、でもな左の甲がこうなってるじゃないか、女の子で。そして入れ替えるからった手ってのは伸びるんだ。え？両方が右も左もってお前真逆やね。この子はすごいやな。久しぶりに女だと思った。この前見てみ、お前、ね、写真見たわ、今日な。アドルってこの後ろの筋、これ細い木があるの、これ、はい、細い木、ほら、インパクトの時に、ほら、見て、左の腰がもう、ほら、見えなくなっちゃう、うん、お前ら、この位置で待っとるやん、そのままここ、丸見えだから、ほら、これで腰と手が押し込んでいってるんだろ、ほら、いないだろうが。ほら、俺もないだろ、ほら。ない。お前でありすぎんの、腰引けてるから。状態でワンツーパンチで打っちゃうから。ボクサータイチ。俺正面取って。もう俺手もうグイングイってるから。両腕伸ばしバージョン打法できます。うん。しっかり取って、これ大事です。この池大事です。うん、正面のこれと、はい、もう任せてください、うん、もうしっかりいきます。うわっ、薄いけど、どう？ほらここですよ、腰ああ、もうほら消えた。もうほら消えた。その後、その後。うわ、この肘見て。ちょ、これはもうあれですよ。もう小学校からこうですよ。おー先生、ほら。もう閉まってるじゃん、ジャマさん。ほら。あ、いや、ほら。ほら。バンカーショットのインパクト。ちょ、これもう結構タイプっす。いや、そんな、そんな意味もない。え？リッキータイプっす。うわ、ジョーダンタイプス、スピスタイプス。だけどこれマジで昔からこうジュニアの時か。その次だ。その次。ええこのとはい、このインパクトとはい、このインパクトと、ああひでえ。決まってほら。これ追い越してんの、こうやって右と左でほら。もうこんな汚いインパクト、うわ。ぎゅうえ、ちょっと待って、ゲロって。おぉ。ほんとかよ、これ。え？もこもこ最初から。肩は下で伸びてるから、バックスイングで下で伸びるになってるから、下の肩はよくバッチリ入ってるよな。はい、うん、よし、ここが赤ってこと。うわぁ、うわ、これお前相撲取りのお前インパクトだよ。
もうこんな、もう腕がもう、こう、で、まあまあ、諦め。ちょっと、あの、みんなも落ち着こう。ちょっとだけ、考えなさそうな。それをもうそれをまだこうやってまだでいけ、どうしたもんかなこいつ。ひじと手の甲がこう下向かないから、こういうこういかないからだ。こっちに行こうでしょ。もうそうだ、普通に伸びて、お前伸ばされて、でーすいいんやったな今。見るんじゃなかったよ。天然記念物。天然記念物。嫌な天然記念物やわ俺。なあ。なあ。そんな腕はマジでなんでなん。伸びないっすけど。なんで手を返したら伸びる。え？返したら伸びるんですか。伸びる。手を返したら伸びるんだって。そう、で返してみる。そう。うーん、そうだよ。そうだよ。万が一してみる、もう一回。自分で。俺の伸ばそうと思ったら、こう伸ばしてたもんね。うん、だから返すんだよ。返したら伸びるんだって。うん。返せよ。はい、返します。返してよ、よく見てね。返したらって、服すると思ったら大きな間違い。返す。ほら、どっち行ってほら、ライス回転入ってるな。なんでなの、伸ばすよ。これもう、これ返してもう左で行かしてみるか。縮めたらダメだろ。返してた、万が一だ、万が一。ちょっと左飛ばすから、ちょっと右向いてもらって真ん中向いとくな、どっちっていう。こう返すんですよ。そう、返して返る。返しそうそう。へこれ引いてるもんな。自分で分かるだろ、ほら。ああ、こっちに引いてるっす。どこ行ったんですか。バンカーですね、ほとんど。うん。それも、最初の方、さっきの一球前の方が返そうですね。今の引いてる。だからもう引けば、人間の動き、動作っていうのは、インパクトのこの感じから、これは手が伸びてる状態。引きっていうのは、ここの状態から、ここの状態のが引きなんだ。ここが、これが引き。だから、これだけの幅の、この長さまで引きの動作っていうのが入る。だから、ちょっとした引きの動作で、球が全く変わってくる。え？だから、引いちゃいけないんだから、バーン。ここのインパクトの左の長さがこう決まっとれば止まってそんな長さ。こうかの長さ。そう。うわ、何してんの。脇締めて。左の脇締めて、そう、そこまで本当にちょっと締める。それに右手添えてみ。どこまでどこ。おお、いいね。こんなバーンってなってもいいんですか。おお、おい。
ってる、おい。おこいつ、こいつ、こいつのお前、インパクトのフェイスの、フォローのフェイスの面見てみる。フォローだっちゃう。ほら。すっげえ立ってるよね。こい、こい。こい。こい、こんなやつ。そうだろ？ペイン。腰がかかってガーン行くったら最高だよ。いい見せてくれよ。はい。押しながらだぞ。押しながら行きます。うん。押しながら。押しながら満開し。くぅ。どこ？いや、いい球、いい球。おお。押しながら行く。押しながら。どうだよ。押しながら行かないとお前たち打ちる。あんな感じ？あんな感じだよ。全然ちゃうな。だからお前。おいいね、いいね。こう行っていいですか？もうそうやって左手の方が下向きゃ右手そうやったら右手がこんなに伸びるんだよ。これ、この女の子最高だな。やっぱり女でやっぱこういうスイングができるんだろうな。じゃあそれに匹敵してるのこの女の子。これまあこの子は姉と違ってちょっとドロー気味のあのスイングするけど、左来ないよ。左来ない。来るわけねえよ。これは見たらうろこか。うろ。もう帰ったんかい。うん。左の子下向けろ。そうしたら下にだのリードがありながらの返し。これはリードってない。お前ちょっと返すの今まで通り俺は散々言われてきたよ。今まで通りって、はい、な、足は使っていいよ、はい、足は使っていい、はい、今まで通りよ。ワイドでいいよ。ガイドですね。左サイド全然動いていってねえね。うわ、なんじゃこれ。なにこれ。お前、うわ、もう一回。はい、こっち。はい、もうこんなに。下の動きは、まあ、一番最初よりもいいけど、まだ連動してないね。みなもんでもこれあかんの。あれを左に全然。
左肘は曲がってないけど、しまっ、ってこういう、こういう形じゃない、こういってるだけだ。見てよこの脇、ほらこんな後ろのこんなに風景が見える脇ってのはない。もうちょっとお前これちょっといっぱいこう押してみて、いやいや、この下を押してみて、向こうに、門の向こうから、はい、よく待って、押してみて、また閉めて、そう、もうね、もうこの感じ、左脇が閉まった感じじゃなきゃダメだ。バーンと打つと良さそうな感じになるけど、うん、分解すると大変なもん。次気をつけろ。それはまあ左手のリードがあるからなんだけど、改造する動きがこうクラブをこう引っ張ってきて、これ左手がリード、左手が長くリードできてるから。だからそれがやっぱりゾーン、金箔の長さ、そうだよ。これできん、俺これ気持ちいいっちゃ気持ちいい。そんなにできんねんけど。こっちの方が絶対左からねんけど、なんで？全く左からです。なんで？もう多分みんなもなおって言ってる。え？言ってたってもうこれも感覚ある。今のちょっと見してくれてや。はい。今のちょっと。バックスイン閉めてよ。はい。バックスインもフォローもかんなわかんなきゃ、全部なわかんなきゃ。正確だけはいいよ。バックスイン、まっすぐ。行くで、OK。どうぞ。ダメ、まっすぐ、はい、どうしよう、どうしよう、どうしよう、俺もいいやな、下の前、下の方に、下の動きと、おい、あ、でもさっきよりもちょっとマシ、さっきよりもちょっとマシ、その先もうちょいだな、うん、でもさっきよりもマシだ。ほんまですか。うん、俺なんで左行かへんのかわからない。なんでだからもう前だよ。まあけど俺らもあれやもんな、赤信号は止まるタイプやから。ちょっとなゴルフでもちょっと頭固いもん。これできたいな、これやりたいな。
伸ばせって言ってんだろお前よ。上に打つんじゃねえよお前よ。地球上の一番低いところにボールあるんだと思うよ。野球の速いあの、真ん中この辺の球打ってんじゃないんだよ。